今回はこの色違いのルギア使っていきたいと思います。ポケモン GO で捕まえた子で、まあ、特防がね、ルギア高いんで、そこを活かして弱点保険を起動してのアタッカーみたいな感じで使っていければなと思います。対戦よろしくお願いします。これまさかのルギアのミラーマッチだな。どうしよっかな。なんか結構おもろいパーティーしてるな、相手。これ絶対ね、エースバーンは連れて行きたいんですよ。ウーラオス今回アクタイプ連れてきてるから、それでもいいかなと思ったけど、他の見る感じエースバーンの方が良さげなんで、どうしようか、ルギアとかから入る。ルギア入って、ジバコいるエースバーンみたいな感じがいいのかな。ルギアが特防高いから、まあ、そうだな、エースバーンのダイアークとかで倒す風に考えといた方がいいのかもしれないですね。対戦よろしくお願いします。いや、そうなんですよ。ルギア、この見た目で水タイプが入ってないから、飛行エスパータイプだからさ、ゴリランダーで出しても、グラススライダー半減で浮からせちゃうから、ちょっとバカしきついんすよね。色違いの真っ赤なルギアちゃんでございます。テッカニンか、良くないね、あんまし。そこまで、いい対面でも、なかったりするんだけど、テッカニンって物理だよな。瞑想積んでもいいんですけど、あ、いや、違う。バトンか。剣舞バトンみたいな感じか。だとしたら俺ここ瞑想積んどいた方がいいかもしんないですね。身代わり使ってくる。でまあその加速やら、剣舞やらを積んでからバトンタッチで裏のポケモンにその能力上昇を引き継いで、まあ無双する。だからそれがルギアなの。それが剣舞じゃない説はあるけど、剣舞ってこいつ覚えてたっけ。あれ覚えないっけこいつ。ちょっとわかんないですけど、レービとエアブラ、このエアロブラストっていうのが、まあ、ちょっと命中が不安定なんですけど、専用技だから、けどまあここは、レービさえ打てば、割れるとは思うんですけど、まあ、けどあんまり相手に展開されるのも尺なんで、さっさと割っといた方がいいかもしんないですねって言おうとしたら、早速バトンタッチで返ってたな。これ何が来るんだ。あれだったらちょっと嬉しいけど、ルギアだったらちょっと、胸圧で嬉しいし、な、あ、かぐやなんだ。うわ、かぐや一番微妙だな。S1 段階上昇かぐやでしょ。しかも、そっか、身代わりも、あれなのか、バトンタッチで引き継がれるのか。これ相当めんどくさいぞ。多分、あ、消えたか。オッケーオッケー。もう消えるのはいいんだけど、ここで、まあ、多分、大増してくるんですよね。いや、どうなんだろう。宿り木っていう可能性もあるけど、そう、加速アタッカーで使ってるなら大魔かなと思ったけど、いや、だったらごめん、あれだったかもしれない。そうか、身代わりとかも張ってるから、もしかしたら宿り木だったかもしれないですね、普通に。ヘビボンか。ヘビーボンバーって物理だよな。あれ、物理だよね。違ったっけ？マルチスケールっていう特性のおかげで、まあ、かなりダメージが減ってるんですけど、HP がマックスの時だけ、一回だけ、まあ、火力をね、下げてくれるっていう技なんですけど、そうだな。まあ、マルチスケールが荒れされたのは、であれば、もう殴ってもいいんだけど、ちょっと雑だったな、ここのプレイング。とりあえずレビュー打ちますけど、さっさと、エースバーンに引いた方が、まあ、もしかしたら良かったかもしれない。あー、おー、美味しい！それはうまい。ちょ、オッケー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 。あ、だったら、いや、どうしよう。これ、このシーンはな、一旦エースバーンとかに着地できれば、いや、やめとこう、やめとこう。いや、ここね、もし氷が溶けたら、いやけど、まあ大丈夫なのか。多分ね、何が来てもテッカギャン攻撃一発は耐えたと思うんですけど、まあそこでエースバーンに変えたところで、こいつを起点にするみたいなことも別にいらないから、まあここ普通に殴って、突破。瞑想2回積んでるからね、かなり、まあ、火力は普通にいい感じになってきたんじゃないかなっていう感じはあるんですけど、テッカニンがもう一回出てくる、どうなんだろう、もう一回バトンしてくる感じなのかな。だったら、まあ、瞑想してもいいけど、ただまあ、あんまりテッカニンに色々されたくもないから、さっさとここは霊媚打っといた方がいいかもしんない。テッカニンはまあ、物理だろうけど、一撃はね、耐えるんじゃないかな。防御の方もね、かなりルギアは熱いから、ただここでダイマックスするのは、まあ良くないよねっていう。テッカニンはあくまでも相手サポーターだろうから、まあその裏に控えるルギアやらなんやらのために、一旦置いといた方がいいのかな、ダイマックスは。命がけ、はー、なるほど。耐えちゃうんだよな、お前の、な、文字通り虫の息だな。で、ラスト。ここ、だな。ルギア来たー、爆誕した。あれなんか、あなたのルギア色違いませんか？しかもこれ、最速なのであれば、
まあ、同速勝負なんですよ。こっちのルギア最速にしてるから、もし相手のルギアも最速なのであれば同速勝負で2分の1でどっちが早く動くかみたいな感じにはなると思うんですけど、さ、おお、この場面めっちゃいいな。新旧じゃねえわ、色違いと通常色のルギアのツーショットダイマックス。あ、けど、あ、ごめん、ちょっと待って、あの、自分がルギア使っときながら相手がそのマルチスケールのさ弱点保険っていう筋を考えてなかったんだけど、あー、これはね、多分相手この攻撃で弱点保険が起動しちゃうだろうから、ここで一番いいのは 0B、 これ弱砲じゃなかったらいいんですけどね。ほら、マルチスケールのおかげでね、これなんですよ。あー、ほらね、弱点保険だったわ、俺と全く同じ方だ。まあけどルギアはこれが多分一番結局なんだかんだするよりこれが強いと思うんですよ。ってことは、ここルギアってそしてね早いんですよ。まあとりあえずだから、磁場コイルとかから入ってもいいっちゃいいけどって感じだよな。そうっすね、ここは相手は多分っていうか、まあ十中八九特殊型だろうから、磁場コイル出してダイマするかミラコするかで悩んでるんですけど、どっちが火力出るかな。さすがにミラコじゃなくてダイマの方がいいかな。ダイマして、第3打でルギアのこと削って、そっからエースバーンの不意打ちで倒すみたいなルートが一番安全なのかなと思ってたりするんですけど、これで相手が HP 削れてるから、マルチスケールがあれしてないんですよ。もう起動してなくて普通にダメージ入るんで。あ、ただまあ特防がねめちゃめちゃ高いっていうのはやっぱりちょっと辛いところだな。これなんだ、俺がルギアを活躍させるんじゃなくて、相手のルギアの活躍を見てルギアを活躍させようの回なのか今回は。ダイアースで、しかもこれでさらにな特防が上がっちゃうから、いや良くなかったかも、ミラコの方が良かったかも。ただその相手がルギアハイドロポンプとかも余裕で覚えるから、 S1 段階上昇で上からそのなんだかんだされた方が個人的に辛かったんですよ。エースバーン、あのスカーフ持たせてるけど、あ、どっだったかな、多分ギリエースバーンの方が早いんですよ、種族値的に。だからここはジェットを積まれるくらいだったらあれをしたかったんだけど、いや、よくなかったかもな、このダイマ。もしかしたら、ちょっとここは、プレミかもしんないな。これだったら、いや、そうなんだからね、相手に、その先上行かれて、ダイマ、大ストリームで上から殴られて、エースバンがパパッとやられちゃってっていうルートが一番しんどかったから、これならダイマしなくてもよかったかもしんないけど、結局スカーフを生かして上からルギア殴んないと、こうなると倒せないと思うから、あ、ダイジェット積んでくるよね、やっぱね。そう、ここはね、ダイジェット積むんすよ、普通に相手。だから一番良かったのは、俺がルギアの、その、調子乗って丸スケ忘れちゃって、攻撃したのが良くなくて、本当はあそこで、だからあれするのが良かったよな。普通になんか弱点じゃない技で、エアロブラストとかで殴って退場するのが一番良かったよな。で、このターンで相手のダイマックスターンが切れるよね。切れるから、あとは、物理防御力は特殊よりも低いから、そこを、祈って不意打ち、タイプ1不意打ちで相手をぶっ飛ばすしかない。ただね、不意打ち持ってるのは分かると思うんですよ、エースバンが。だからそれ読みで先に瞑想とかされたりするとちょっとまずいんだけど、けどね、リスキーだと思うんですよね、相手的に。ここ殴りたいと思うんですよ、心境的に。よし、通れ、通せ、通せ、よしよし、危ない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 、よかった、大さんありがとうございました。ちょ、俺も使って相手からもルギアを使われて、この強さを身にしみるっていう。対戦よろしくお願いします。これはこれでね、ルギアが刺さりそうではあるんですけど、これゴリラを持っていかないっていう選択肢はないから、そうだな、ゴリラ、ルギア、あ、ラス位置悩むけど、レヒレとかが一番いいのかもしれない。ちょっとこれやばい、間に合うかな。よいしょ、 OK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 。 あー、けどね、磁場コイルとかも欲しかった、正直。さあ、ルギアもそうだけど、今回ゴリランダーにどんだけ暴れてもらえるかみたいなところもあると思うから、その辺も頑張ってやっていきたいんだけど、やっぱルギアね、どんだけ瞑想を積めるかみたいなゲームだと思うんですけど、やっぱルギアイコール瞑想を積んでくるみたいなイメージが
ね、強いからなのか、はいはい、カバルドンから来る、もうゴリランダーもカプレヒリも出してるから、もうそのカバルドンはもういないも同然よ。これで、フィールドを、ミストメーカーに張り替えることによって、眠り状態になりませんという感じだから、これはとりあえず、まあ、カバルドンはもういないも同然として考えて、まあ、ステロ巻かれるのだけきついか。ちょっとルギアにステロが痛いっちゅうのだけ、どうにかしたいんだけど、まあ、ここは普通にネット D から引いてくる可能性まで考えるなら、一旦凍える風とかから入った方がいいのかもしれないですけど、あ、いや、熱湯かな？ごめん、ここ、凍える風押そうかなと思ったんですけど、シンプルに押し間違えました。熱湯。あー、まあ、ギリ、これ、ミー食うよな。そう、ミーどうせ食うから、凍える風から入りたかったんですよね。そうすれば、そう、交代されたとしても、相手側にその負荷がかかるから、あー、凍える風から入って、ここ熱湯で倒してみたいなことをしたかったんだけど、だからこれはね、このターン吹き飛ばししてくる可能性も、まあある、うん、ですけど、あるんだけど、まあ、賞味どっちに吹き飛ばされてもいいかなみたいなところがあって、どうせここ熱湯じゃ倒せないんで、今度こそ凍える風打っといて、ワンチャン引いてくる可能性もあるんですけどね。まあないよね。引かないよね。凍える風で、まあ S を1段階下げてもらえるんだけど、まあそこはあんまし関係なく、素早さが1段階ダウン、もともと、ヒポポタマスよりも早いやつっていないから。はぁ。めんどくさいの怠ける。だったら、はぁ、なるほど、なるほど。怠けてくるか。だったら、ネットを打てばよかったな。まあ、あんま関係ないか。いや、まあ、関係あるか。もう、こっからネットを連打でいいか、別に。ワンチャン急所当たってくれれば、それでヒポポタマス倒せると思うし。まあ、やけどを引いてもよし。あ、やけどは、あれだ、引けねえわ。てか、そうだ、俺、熱湯のところを波乗りとかにしようかなと思ってて忘れてたんで、ちょっと、この試合が終わったら、波乗りにしないといけないな。ポタスな、これな、けど正直、これやってても意味ないからな。なんかどっかで急所引いてくれればいいんだけど、か、まあ、さっさとゴリランダーに引いちゃうかみたいな、線も考えたんですけど、あ、そうだな、これやってても拉致開かないんで、あ、カルギア降臨させて、っていうのでもいいけど、その、瞑想を積む起点にするみたいな、のでもいいんですけど、ステロ、アクビ、なんだかんだだと思うんですよ。で、あと2ターンあるから、1ターンは、降臨で、1ターン瞑想積んで上から霊媚打って倒すみたいな。いや、ワンパンできるかわかんないよね。ゴリランダーかな、ここは。初手でルギア出せればかなり大きかったと思うんですけど、ここはまあ、一旦素直に、ルギアじゃなくてゴリランダーなのかな。ミストメーカーがあと1ターンでも、そうだね。1個前のターンでルギアに引いて、積みの起点にするのが一番、あれだったかもしれないです。利口だったかもしれないです。で、ここは、そうだな、相手の振り方にもよるんですけど、どうだろうな、ウッドハンマー一発で落とせるかどうか。ちなみにこれわかんないですよね。落とせるときと落とせないときがあって、相手の振り方にもよるんで、ここは、とりあえずウッドハン打つんだけど、引くかな？なんかもうここまで来たら引かない気がしたんだけど、普通に引いてきたわ。あー、で、誰だそれ。英名がわからん。あ、ドヒドイデなんだ。あー、確か等倍だよな。毒水タイプだから、ドヒドイデにウッドハンマーは等倍なんですけど、このダメージだからな。あ、で、このターンが、あれになるはず。多分統治化か、自己再生してくると思うんですよ。でね、ルギアエスパータイプなんだけど、エスパーの通り悪いだろっつって、今回エスパー搭載してないんですよ。それがね、すごく、あれにしてるわ。裏目に出てる。いや、挑発でいいわ。挑発って、あれ、動き封じよう。ここ自己再生の可能性もあるから。はいはい、統治化してくる。この隙に自己再生を打っといて、で、持って、あ、そっか。統治化で防がれるのか、挑発。なんか頭バグってたわ。いや、まあけど、次のターンでもう一回挑発ってウッドハンマー打って、あれかなーって感じなんで、さすがに、こいつより遅いってことはないんで、ここは挑発打って、次のターン、グラスラじゃ多分落ちないな。ウッドハンマーで落とせると思うから、引っ込め、カバルドンが出てくる。まあ、それはいいかな。で、もう一回俺ウッドハンマー打てばいいから、守るは持ってないはず。なんで、なんだっけ、今分かってるのって多分まあ、一個、まあ、地面技やらがあると考えて、まあ、挑発じゃねえわ。なんだったっけ、ステルスロック、地面技、怠ける、あくびか、あとは。ことはまあ、あ、これルギアのめっちゃ起点にできるな、今考えれば。
まあけど、良くない。そうすると、ここで、その、ルギア出しちゃうと、相手のあくびで起点にされるだけなんで、引っ込めて、ドヒドイデが、そしてあれだよね。そうなんじゃよ。ドヒドイデが、ここで出てくるから。いや、ここね、読めたな、正直言うと。で、このターンに相手がもう一回統治家打ってくるから、そこに合わせて、俺がルギア降臨っていうのでもいいんだけど、ちなみにあれな、自己再生じゃねえわ。再生力っていう特性のせいで、まあ、相手が一回手元に、ドヒドイデを戻してしまえば、HP の3分の1回復するみたいな効果なんで、そのせいで、まあ、回復しちゃってるんですけど、だったらもう、ごめん、ちょっとね、判断が遅いんですけど、一旦ルギア出すわ。で、まあ、ステロはしゃあない。でも砂ダメージもしゃあない。とりあえずルギア出して、起点にしましょうか。カバルドン。ここでね、そのカバルドン出してくれればいいんだけど、あ、まあ、統治家だよな。統治家で、カバルドン出してくれればいいんですけどっていうのはね、もう本当に、俺の理想の形でない、しかないから、あれなんだけど。で、統治家ここ決まんないから、次のターンでもう一回統治家してくると思うんですよ。なんで俺はその間に、瞑想積んでいっちゃおう。瞑想さえ積んでしまえば、1個目、オッケーオッケー。で、誰が来る？海洋画かな？海洋画だよな、これ。海洋画出てくる。ただまあ、海洋画、こいつってさ、なんかこっちに、あ、まあ、雷とかがあるのか。雨降らしでこっちのダメージを減らしてくれてるのはありがたい。ただまあ、瞑想一発詰めて、あ、そう、俺水技も切ってんすよね。まあ、水技持ってても、その雨降らしの効果で、なんだったっけ。雨状態だと水タイプの技が上がるんで、それにちょっとあやかろうかなとも思ったんだけど、まあ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 、けど結局持っててもあれだったんで、しゃあないとこだったんで、まあそれはいいとして、瞑想一発積んだ、瞑想一発積んで特防お化けだから、多分一発第3打耐えると思うんすよ。っていう読みのダイジェット。あ、ここね、ダイアースで特防上げてもよかったんですけど、カヨが引っ込める。あー、なるほど。それは完全けど釣られたな。ドヒドイで、受かりきりますかそれ。どうだろうわかんない。特攻にぶっぱしてて、性格補正はかけてない。最速なんで。最速、特殊にぶっぱの、瞑想1段階済み、ルギアの火力がどんなもんかしらっていう感じだけど、あれこれ俺ダイマックスサメ上げたかな、あ、ごめん、これ俺ダイマックスサメ上げてない説があるけど、この体力だったら上げてるよな、ちゃんと俺。どんなもん、あー、しょうもねー、くそしょうもねー。いや、その交換うまいなーけど、まあそっか、ダイマックス読めちゃうもんね。ここはちょっと、これは俺のあれだったね、読みが足りんかったけど、まあじゃあダイアース打って特防バンバカ上げとけば、そのうちあれを倒せるんじゃないかっていう、ルギアを倒せるんじゃないかっていうあれがあるんだけど、カバルドン出してくる。まあ、カバルドン、これ何読みカバルドンなんだろう。俺が水技、まあ、水技出さないか、どう考えても。俺が地面技持ってるって分かってたのかな。まあ、普通に再生力をね、あれ使いたいっていうだけだと思うんですけど、じゃあまあその間に俺は特防上げるだけ上げさせていただいて、で、このターンなんだよね、問題は。で、海洋画が一回降臨、このターンで海洋画降臨してきたとしても、まあ大丈夫なんですけど、ここで相手に、あくびを打たれるのが一番、ゴミみたいな展開なんで、よし、ダイアイスを刺して、カバルドンをこれ突破しとかないと、ここで、甘えて、ダイジェットとか、ダイアースで特防とか上げちゃうと、ちょっとまずいよねっていう。いやー、3ターン切らされちゃったのが痛いけど、まあけど正直言いますと、海洋画のダイマックスさえしのげれば、あとはゴリランダーのグラススライダーで何とでも調理できるので、どうするべきか。海洋画がやってきて、このターンだよね、問題は。ここは、多分、殴るより、普通にね、瞑想とか積んでワンチャン耐えた方がいいと思うんですよ。で、弱点保険起動できるなら起動して、で、一発殴って退場して、みたいな動きがいいと思う。あ、ごめん、これ多分俺、ダイマックスサメ上げ忘れてるわ。で、まあレヒレで、耐久して、アーダコー出して、勝てれば、一番理想かな。これ、瞑想積みます。瞑想を、2回積んで、ダイアースで特防1段階上がってるから、3段階上昇。2.5 倍の、しかも素でもかなり高いから、こいつが何の攻撃してこようと耐えるんじゃねえか。しかもこれ、ダイマックスしてくれたってことは、もしこいつがスカーフ持ってたとしても、こっちの方が先に動けるから、上から瞑想打てるのがね、本当に強い。で、これ特防3段階上昇。
いや、どうだろうな。そもそも体力がそんなに多くないから、耐えるかっていう問題がね、あるんだけど、どうだろう、ちょっと、耐えてほしいな。第3打だよね。あ、ストリームなんだ。いや、じゃあ余裕っすよ、それは。さすがに。あれ、かもしんないですけどね。それは強くない？っていうかですね、シンプルにルギアの火力がバカなんですよ。これやってる人だったらね、なんとなく知ってる人も多いと思うんですけど、ルギアの火力がね、バカなんですよ、本当に。ただまあここは瞑想積んでも、さすがにやられちゃうんで、エアロブラスト打って退場すればいいかな。ドヒドイデだなぁとは問題は。どうにか頑張って処理しましょうという感じなんだけど、まあこんだけ削れればいいんじゃないか。逆にね、このバカ力ルギアさんの、大ストリームを一発耐えたっていうこと、あれをなんだっけ、マルチスケールなしで一発耐えたっていうのをみんな褒めてほしい。むしろルギアさんの特防を、あれ多分波のポケモンだったら耐えきれてないからね。釣ってこのターンでカプレヒレが耐えたらめっちゃおもろいんですけど、このターンは瞑想かな。ただまあレヒレだったらワンチャン耐えるんだよな。まあ、瞑想を打っても結局次のターン上から殴られて終わりな気がするから、だったらムーンフォとか打っといてワンチャン特攻を下げるのがいいのかもしれない。ここはムーンフォースかな。ただ一つ嫌なのはドヒドイデで耐久されてサンダー持ってますやん。いやほらね、まあまあまあ抜群だからっちゅうのあるんだけど、ってなるとダイマックスターンこれでルギアのおかげで切れちゃっていうのもあるから、そうルギアのね、俺の一つのあれとしてやっぱダイマックスターンを枯らしてくれるっていうのはね、マジででかい仕事だと思うんですよ。でこれゴリランダー出して、相手がスカーフを持ってる可能性もあるし、そもそも確か素で向こうの方が早いはずだから、グラススライダー打つしかないんだけど、一つ嫌なのは、ここで何だったっけあの人、ドヒドイデに引かれて耐久されるのが一番嫌なんですよ。ただ逆にっていうか、いやけどここ絶対ドヒドイデにしてくるよな。で、うまいからな。ここはね、普通にドヒドイデにしてくると思うんですけど、ただ俺はそれを読んだ上でも、そう、グラススライダーを打たないといけない。で、あれされて引かれてみたいなループで、フィールドを枯らされるのが一番ゴミなんですよ。ここで倒してくれれば嬉しいけど、あーそっか、ここをだから引くのが読めたのであれば、ウッドハンマーするのが一番良かった。ここはあのゴリランダラムの実持ってるから、正直ここね、殴ってもいいんですよね。殴ってもいいんだけど、さすがにこのターンはトーチカだろうから、挑発しますか。 OK、 トーチカで、ここのターンは多分相手交換してくると思うんですよ。で、俺がこれ挑発見せたことによって、このターンも多分相手挑発打ってくると思うと思うんですよ。なんで、ここはね、いやけどね、多分ね、突っ張るんだよ、ここ。か、トーチか2連ワンチャン読みみたいなことしてくる可能性も、まあ、なきにしもあらずではあるんだけど、これグラスラで落とせるかちょっと微妙くない？多分倒せるんだけど、ウッドハンマー押しとくか。よし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 。ここはね、挑発はね、あんま良くない。さっさとターン数を稼がれる前に殺しといた方がいい。あんでもって、これ削られるけど、結局、上から海王が一発でも殴れれば勝てるから、よかった、ゴリランダー持ってきといて、本当に。まあ、ドヒドリ対策にもなるから、ルギアにエスパー技、今回俺は持たせてないけど、ルギアにエスパー技も、まあ、かなり、いいんじゃないかな。あとは無限ダイナとかにも刺さるのか。素早ささえ1段階上げてしまえば、無限ダイナまで抜けるから、までっていうか無限ダイナも余裕で抜けるから、これ倒せるよな。なんか変に耐久に振ってて海王が。よーしよ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 し、ありがとうございました。ダイマターン一旦からしかなり、でかかったんじゃない？あそこがなかったら、ね、ゴリランダーも多分ボコボコにされてたからね。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では。